ルス。今日なんですけどもね、私ちょっと最近ちょっとした買い物を、しましたので、ちょっとそれを紹介する動画を撮りたいなと思います。ちょっともうちょっと後ろだな。あ、アングルが決まらん。 OK。 はい、何を買ったかと申しますと、これで、はい、なんとなく雰囲気分かった方いらっしゃいますかね。3、2、1、ボーン。あ、これ分かりにくいな。スマホケースを買いました。これ堺のですね、堺のものでございます。これね、なんか今なんでも、なんか堺がね、パリかな、今パリでやってるらしいんですけど、今後ね、世界各国のその、主要都市みたいなところでポップアップをやる予定らしいんですね。うん。で、その時のそのポップアップのやる、こう、なんだろうな、ノベルティではないけど、なんかちょこっとプレミア商品じゃないけどね、コラボアイテムがね、なんかいくつかあって、まあ、RPSA となんかコラボして物出したりとか、なんかいろいろあるんですけども、その中にね、このスマホケースでね、このなんだろうな、このケースティファイっていうんですか、これ僕よく分かりませんけど、この多分スマホケースのブランドとコラボして、作ったアイテムがこちらになります。でね、これがね、インスタだな、インスタのポストで僕のところに流れてきて、まあ、公式のところでポストされてたと思うんですけど、それがね、うわっ、何これめっちゃええやんと思って買ってしまいました。衝動買いしてしまいましたはい、そんな感じです。ちょっとじゃあ早速ね、早速装着してみようかなと。ね、ちなみにこれ3色くらいあったかな、3色くらいあってね、黒とこれと、あ、もっとあったか、色はなんかね、白黒、もうなんかもうちょっとこうカラフルなね、パステルみたいな色といろいろありました。ちなみになんですけど、 iPhone X、XS しか対応してませんね。それしかこの、ケース出てません。それ以外の方はちょっと、ね、ないらしいんですけど。では僕のこのこれ100均ですよ。これ100均です。これ100均のケースに、これ、まあ、僕の証明写真ですけど、はい、これをちょっと、まあ、撮りまして、おう、ちょ、待てよ、大丈夫だよ、パキーとか言ったら、おう、ちょ、どうやんのこれ、パキーとか言ったら怖いんだけど、あ、大丈夫かこれ、えい、お、はまった、はまりました、はまりました。どうでしょう皆さん、もうこれ何のこと、何か分かります、これもう何か分かるよね、これね、あれですよ、フリスクの、パッケージをね、もうモチーフにして、 One phone 堺 makes yourself happy って書いてあります。 makes yourself happy、本家のフリスクなんだっけ、 makes yourself なんだっけ、 make your up だっけ、ウェイクユアアップだっけ、なんだっけ、忘れちゃいましたけども、なんかそういうような感じですよね。で、肝心のなんですけどもね、肝心のお値段が、本体価格6000円、税込み6480円ですね、うん、なのでどう、まあ、ケースにしちゃ高いか、スマホケースにしちゃ高いよね、うん、多分ちょっと高いかなっていうふうに思うんですけど、まあいいやと思って、なんかね、よくない、そうなんです。だから今日はスマホで動画が撮れないってことに気づいたんですね。一眼で撮ってますけどもはい、僕スマホケースね、こういうちゃんとしたやつ買うの初めてでございますけども、まあ
いい感じのものを手に入れることができたかなと。これね、もうなんかもうないんじゃないかな、もしかしたら。僕はね、もう発売開始されて速攻で、手に入れたので問題なかったんですけど、もしかしたらもう今はね品切れになってるかもしれません。いいでしょう。はい、まあそんな感じでスマホケースを買ったという、ただそれだけの話です。まあなんだっけな、堺のね e ショップかな、そこから買うことができるみたいです。いろんな商品他にもあります。はい、そんな感じです。では、あ